山下雄二は、日本の美術史や美術評論家、明治学院大学教授、広島県呉市生まれ、はじめことの演奏家を目指す。東京大学文学部美術史学科卒業。同大学院修了。東大では、辻信夫に師事し、日本美術史を専攻し、室町時代の水墨画を研究。1990年より、明治学院大学文学部芸術学科で教鞭を取る。現在同大学教授。1996年、赤瀬川源平と日本美術応援団を結成し団長を務める。専門外でも様々な絵師や画家、作品を応援し、その普及と再評価に努めている。日本美術全集、全20巻の編集委員を務めた。山下は、テレビや雑誌などの様々な媒体に登場して、日本美術の普及に努めているが、2017年に日本美術応援団結成当時は、日本美術を積極的に見ようとする人が極めて少なかったが、その後展覧会の観客動員数やテレビの美術番組の視聴率も西洋美術より日本美術の方が上回るようになり、日本美術をめぐる状況は劇的に変わったと述べており、日本社会において日本美術の地位が大きく向上したことを指摘している。山下が監修した2019年の東京都美術館での展覧会、奇想の系譜展江戸絵画ミラクルワールドでは、東大時代の恩師の辻信夫を特別顧問として招聘した。ありがとうございます。